来ました。スタッフも募集中です。で、教育離れなんですけど、あのピンク色のドラえもんみたいなドアが目印です。なんか行けなくなってるみたいですね。普段はここから入るんですけど入れないみたいなんで、正面のドアから入ります。3時間7000円で飲み放題、ご飯食べ放題なんで、めちゃめちゃコスパがいいって言われてるお店です。で、確かコースの内容がキムチ、海苔、もやしがお通しで最初から出ている状態で、で、次にタン、特選2種盛り、塩5盛り、塩5種盛り、ピーマン、肉詰め、赤身ステーキ、つらみ味噌だれで、最後に冷麺です。食べたい人はカレーを1000円、小皿が500円で追加注文できるんで、もうみんなお腹満腹になって満足した状態で帰れるっていう、めちゃくちゃもうおすすめの焼き肉あるんで。めっちゃ一日ですか、もう全身こう調べるやつ。人間ドック、人間ドック、いいよ出てくる。なんでなんで、なんでそういうの。平成最後の肉の日は広宮に行ってきました。余韻に浸りながら帰ってます。広宮に行くと結構食べてしまうんで、最寄り駅の2駅ぐらい前から降りて歩いて帰るようにしてます。せっかくなんで広宮のいいところを3つぐらいお話ししたいと思います。1つ目、圧倒的コストパフォーマンスですね。前菜のキムチ、もやし、海苔に始まり、牛タンとかレバーとか赤身ステーキとかピーマンの肉詰めとか、すごいたくさんの料理が出てきて、かつお酒飲み放題でご飯も食べ放題で、最後に冷麺が来るっていう、めっちゃお得なコースになってると思います。で、いいお肉がお腹いっぱいになって7000円っていうのはあんまりないと思うんで、めっちゃおすすめです。じゃあ2つ目です。で、持ち込み OK なんで、自分の好きなもんが好きな分だけ食べれるっていう、すごいメリットがあります。なんか基本的に焼肉って、まあ、決まったメニューがあってそれを食べるっていう、まあ、普通の飲食店だと思うんですけど、持ち込みが可能なんで、好きな、まあ、野菜だったり海鮮だったり、いろんなものを持ち込めて、みんなが何持ってくるんやろうっていうドキドキ感、ワクワク感とかも味わえるんで、すごいおすすめです。3つ目です。予約がなかなか取れないっていうのがすごいいいポイントなのかなと思ってます。なんといっても来週広宮行くんだみたいな、約2年待ちの焼肉屋に行けるっていう、すごい1週間ぐらい前からテンション上がったりするんで、来週広宮行くんだよねとか、羨ましいみたいな、そんな会話もできたりするんで、